さて相手方がね、ちょっとカエン大好きというねお名前なんで、カエン使ってるんでしょうか。全然違ったわなら名前変えろよ。さあ相手方が、ヒプノスですよと。初手オズかな、初手オズっといて、まあ、それかヒプノス X 打ちあるかな。ブラ置いて X 打ってってみたいな。いや、そうっすね。てか初手ブラ打って X じゃなくて伸ばしましょうか。まあでも相手のキャラクター見るか、とりあえず。うん、17歳だったら伸ばす手やっちゃおうかな。で、アクア来る。まあ、火炎のね、彼女もないっすよね。どういうことっていう。ちょっともったいないですけど、ベノムヒール使ってって。さあ、どう打ってくるか。なるほど。まあ、許容と。召喚のポジションによっては2枚サクッと消せるしな。確かに。オッケー、ファビオナイス。まあ、片方は残るかな。ポジションとしてはいいとこ出ましたね。さあ、これ打ってって。匿名さん、配信で明らかにあるデッキのことを好きそうな名前の人と、対戦するけど、そうっすよね。結構そのパターンありますよね。アンチヒール。アンチヒール置かれてく。おっと、まあ、しゃあねえか。これ、アクア打ってって、多分これ、多分ね、これ、アンチヒール置いてるんで、相手取ってきますよね、これ。アンチヒール置いてるんでね。まあ、これ取ってきて、角にリーヤ置いて、まあ、ドルツァキンで大体いけるか。まあ、反転しますけど、多分自分のスピードの方が速そう。あ、マジ？それはもう、やばいっすよ。もう、リーヤ打ってって、ドルツァキンコースよ。さあ、毒の火力見せちゃいましょう。まあ、S 連打ですけど。次はどうだよ。もうフェイルノート来ても遅いからな。このリーヤね、取れないんでね。まあ、ロックぐらいか、だるいのは。で、次もね、半分来て、もう相手のキャラクター4枚なんで、ドルツァキンも最大火力と。さすがに耐えますね。OK。ルルカ来たけど、ちょっとこれはね、さすがにドルツァキュン打たせてもらいます。よいしょ。次はどう出る。強すぎー。 X クルーやってやるよ。ただ、ポーリプスはコンボスキル、今んとこ使えないはず。1.6 か。ウランジェッタだと？踊るね、踊れる。こっちもブラ引く。こうしようかな。で、マリーちゃん来て。お、あー、ん？まあ、シンプルにアクア打つか。で、オーラ引いてって。距離の詰め方やばくない？これ次、さすがに半分いってくれるか？さすがに半分いってくれますかね。安らぎへの代償です。心配しないでも平気よ。まあ、3枚返しなんですけど、デバフ入ってるんで。あー、なるほど。タルタルね。まあ、ラブコンだけど捕食量がどうなってるか、これわかんねえな。まあ、行く必要ねえか。これ一回ピヨピヨします。
でデカちゃん来ますけど、改めていきますか。オーケー。この枚数返しプラスバフで、あれやな、ルリカ打ったらどれくらい打点出るんですかね。さあ神タントマッシングしていく。ほう、引きはなかなかっすね。で先手番引きまして、初手からオーラと。まあでもね、相手はロックがいないんで、ロックがね入るデッキではないんで、そこは助かるんだが、あー、X 来る？マジ？それはだるいのー。これ上行って大丈夫かな？うわ、マジか。まあ上行くしかないっすね。あれ、悪コンってなんだっけ？相手のキャラクター1枚につきっすよね。あー、春秋そう来るか。いやー、いいとこ出たねー。あれ、いいとこ出たっていうか、そこしかないか。引き強えな。結構 S ゴマ使っちゃってるんですけど、でもね、相手はね、エンデガっていう S ゴマはいるんで。うわ、強い。いや、これ次耐えるか。火力出すんだったらオズ出した方がいいっすね。次何引いてくんのかな。いやー、まあドルゼ行くか。次はどう出る。火力出しといて、えっ、こんな出んの。やべ、これほとんど最大火力。あ、でもフェリピティ引かれていないとなら関係ないか。ちょっと毒火力ありすぎてちょっとわかんねえわ、感覚が。えぐすぎっすね。神タンをもしのぐ火力なんだけど、やばいっすよね今の火力。ビビったわ、もう飛ぶ勢いだったんだけど。さあ相手の方が耐久かな、ちょっとわかんないっすね。さあ相手のね2手目を見ないと耐久か分かんないんでね、そこが困りものよと。まあこれは捨ててか。てかこれドルザキュン使えねえからな、この対面だと。まあでも HP 低いから使えんのかな。あ、ていうかさ、これあれじゃん、あのバフプラスルルカ枚数返しでコンバートで突破できるんじゃない。ブランジェット引いてって耐久なんでね、さすがにこれはルルカ引けますね。さあ後手番とりあえず引けましたけど、おっと、なるほど、インサイド知らざね。でそっちのあれも来るか。つかブランジェッタ打つの早すぎたか。まあでもブランジェッタ抱えてるっていうのも大変なんで、これあんま召喚できないですね。うわー、懐かしいの入ってんな、ヨミエ。やってやるよ。サクは来て。グレタさん、相手スキル上がってない。あ、でも関係ないですね。スキルバッジ入ってるんで。まあ、でもコンボスキルがあれか？あ、でもコンボスキルもこれ固定なんかな？スキルバッジかかってるキャラクターは、スキル の, あのレベルにかあの関係なく、あのもう調整されるんで、まあ、何使っても同じっていう感じかな。これで良くなるかしら。いや、ブランジェットの召喚が、いまいちと。あ、そうなんですよ。地味にね、そういう仕様あるんですよ。召喚1個だけじゃねえか。
よいしょ、そこそこいいダメージ出してきますけど、いやーちょっとドルザキン早めに捨てたいな。お、そっち来る？知らざ取れますけどね。マメスケさんこんばんは。12123、ガブリエルのコンボレベルが、あ、そっちか、そっちも1でした。さあ盤面優先してって、月影か、月影もちょっと重いっすね。アクアはできればコンボスキルも使いたい。どっかでね、これ月影も捨てないといけないんで大変か。まあ、これは取る一択っすね、さすがに。で、これで、まあ、どこ打つかなんですけど、B の3もあるけど、どこ行こうかな。あれ、これ B の3じゃなかったかな、どこだっけ。どっかでね、右上 X 打つんですよね。うわー、どこだったかな、ここだったかな。あ、そうか、B の3はあれか、A の2打たれるから、ここだったかな、右上 X。そうね、若干しっかり覚えきれてないんですよね。まあこれでよかったか。まあでも B の3打ってて A の2打たれてももう一丁 X 打てるからな。あ、でもダメか、そうするとあれか、シンプルに取られんのか、カード。あ、そうですね、この場面で OK か。 OKOK、 なるほど。まあせっかくのね、ルルカチャンスあるんで、まあ、ここでじゃあアクア使うか。さあ打点出してって、次ティターニア欲しいっすね。これ相手どこ来んのかな。次ティタ欲しいな。コンボスキル 1.6 か、減少してないほどね。あ、そこ来る、なるほど。いや、ティタコンできねえか。C1 打ってって、いやこれ微妙か、いやこれ微妙か。右上 X 打たれんのか。そうっすよね。いやこれ盤面詰んだわ。いやでも B ロカルか、 OK、 B ロカルはちょっと盤面積んだかと思いましたけど、 B6 あったわ。ドルザキンこれ使えそうっすね。あー、でも B6 打っても相手がティタの右打ってんのか。おー強いけど、ティタ右打ってって、まあ、角打てるか。おお、そっちから来るか。あー、角打てるってことね。罪は何だ。まあ取るしかねえか。で、角を S ゴマ打たれて、あ、そっちから来る。うん、まあいつでも角打てるからっていうことか。ただそれだと角本格できなくねえか。こういうの、オッケー、リーヤ来て、ダブコンじゃね？いや、ドルツァこれ打てるか？てか、ミスター、ドルツァ打ってリーヤの方が良かったな。いや、これミスったわ。ドルツァ F のあれだったな。だって半分いかないでしょ、これ。いや、これアタックそこそこ高えけど、いや、ダブコン無理だな。いや、ミスった、これ逆だったか。まあでも、いやどうだこれ。テラス、
枚数会社のテラスか。いや、さすがに負けたか、これ。いやー、この差はきついっすね。いくらなんでも。どっかで盤面見せたな。え？おい。お、勝てたぞ。まさかの勝利。盤面多分どっかミスったんすけど、なんか勝てましたわ。イシスの回復もアマテラスの回復も何のそのドルザキュンでしばきます。さあ罠駒打ってく。これがペレツだったらやばいっす。お、早速来たよ。早速来たけど、これ使うか。これさ、あの罠なんすかね。まあ特殊か。まあ、あ、ペレツかよ。もう終わったわ。さあ倍率かかってって、反射していきますよと。いや、ペレツ採用してんのか。さすがに草。